第5位、中央快速線系統。第5位は中央快速線系統の路線です。この路線では2006年頃から E233 系0番台が活躍しています。この E233 系0番台は2024年末からダブルデッカーグリーン車を2両連結して走りますが、本来ならこのグリーン車は2018年頃から製造され、2020年に営業運転を開始する計画でした。そのため本来の予定から5年もずれてしまったのです。2020年から営業運転を開始していたとしても、普通車との車齢差などから後継車両への組み込みなども予想されていましたが、そこから5年も遅れるとなると新車導入などの計画に切り替わる可能性すら考えられます。しかも追い打ちをかけるように半導体不足による車両製造ペースの減少、おそらく中央線グリーン車よりも製造が優先されるであろう E235 系1000番台や仙石線、両毛線、鶴見線などへの E131 系導入もあり、下手すればさらに5年遅れ2030年度の営業運転開始になる可能性すら考えられるのではないでしょうか。さらに5年延期というのは少し極端でも 1,2 年の延期は十分にあり得るのではないでしょうか。ここまで延期されてしまうと E233 系0番台は引退寸前ですので、 E233 系0番台は少し早めに置き換えて、グリーン車は即座に製造された後継の車両に組み込まれて長く運行するというのが現実的なのではないでしょうか。そしてその新型車両とは E235 系2000番台で2025年頃に導入されるのではないでしょうか。つまり E233 系にグリーン車を組み込む計画をやめて、 E235 系2000番台で E233 系0番台を置き換え、中央線グリーン車は E233 系改め E235 系のグリーン車となって今後製造されていくということです。ただしこちらは断言できる根拠は皆無なので、中間の5位とさせていただきました。